ディレンブルクは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州議院専領政官区のラーンディル郡に属す市である。ヘッセン州中部の中規模都市で、かつてはディル郡の郡庁所在都市であった。本市は、ドイツオランダ休暇街道のオラニアルート及び、ドイツ木組の家街道沿いに位置しており、広域有歩道ロタール主体区の起点でもある。ディレンブルクは、ディル川沿いの谷に位置しており、 市の北部でディーツヘルツェ川がディル川に注いでいる。市の南部ではシェルダーバルトから流れ下った南ツバッハ川とシェルデ川がディル川に交流する。ディル川は西のベスターバルトと東のグラーデンバッハ山地との接合点となっており、シェルダーバルトもこれに含まれる。市の北西、ディル川とディーツヘルツェ川との間にロタール山地の死脈であるシュトルト山がある。 また、市内の中核支部とマンデルバッフ地区との間に、ロタール山地南端の山であるガルゲンベルクがある。ディレンブルクは、北はエッシェンブルク、東はジークバッハ、南はヘルボルン及びブライトシャイト、西はハイガーと境を接している。隣接する市町村はいずれもラーンディル軍に属している。ディレンブルクは、中核支部とドンスバッハ、アイバッハ。 フローンハウゼン、マンデルバッハ、ナンツェンバッハ、ニーダーシェルト、オーバーシェルトの各祝からなる。ディレンブルクは1254年に初めて文献に記録されている。90年後の1344年に皇帝ルートビヒ4世ヒコンバイエルンから都市権を授けられた。ディレンブルクはナッサウケのオラニア家庭の本拠地であった。現在の上山23世紀末。 または14世紀初めに、リレンブルク城が建設された。この城塞は、ナッサオ家にとって、ヘルボルン城のようなヘッセン砲白の霊園城塞では、なく、自前の城塞であったため、高い重要性を有していた。この城塞の絵図は残されていない。この城はおそらく木造で、デルンバッハのフェーデのために1323年頃に、破壊された。 1655年のマテウス・メイリアンの同伴画に描かれたディレンブルク16世紀に球城取りで後にディレンブルク上官を含むナッサウ・ディレンブルク博の宮殿が建設された。1536年からこれと並行して近代的な防衛施設の拡充がなされた。ディレンブルク生まれのビルヘルム・フォン・オラニエがこの城に亡命してオランダの対スペイン抵抗運動を組織したことが 現在もこの町をオランダ王家と結びつけている。この地方はナッサウディレンブルク家の行政官区長官によって運営されていた。最後の長官の一人がプロイシェン及びリーベンシュタイン男爵ゲオルクエルンストルートビヒである。1723年に大火が町の大部分を壊滅させた。200棟以上の建物が炎の犠牲となった。 この火災後に建設された多くの木組建築が現在も残されている。7年戦争中の1760年にリレンブルク上官は破壊された。上官の廃材からビルヘルム通りの建物が建設された。ビルヘルムス通りは、例えばビルヘルムス等と同様、2010年6月8日に武力紛争の際の文化財の保護に関する条約の保護下に置かれた。 ビルヘルムス通りには、ヘッセン州立場牧場がある。16世紀に作られた、球場を管下の防爆室は、その一部が現存しており、ヨーロッパ最大の地下防衛施設の一つとなっている。この防爆室は戦時には2000人以上の兵士を収容した。この施設は一部が公開されており、一巡することができる。この施設も、ビラグリュン同様ハーグ協定の保護下にある。 ナッサウ広告では、この町は、アムト・ディレンブルクの本部及び、ディレンブルク宮廷裁判所の所在地であった。1875年に、現在この町の象徴的建造物となっている、ビルヘルムス塔が城山に完成した。この塔は、ビルヘルムフォン・オラニエを記念したものである。19世紀に、ギーセンからケルンに至る、鉄道路線の一部である、ジークニル線の建設により、 工業化革命が始まった。この地域は、ラーン川、ディル川、ジーク川流域で発見された、鉄鉱石を利用することで発展した。最高、夜勤、金属加工分野で、数多くの企業が創設された。この頃、リレンブルクから多くの鉄道支線が建設された。ゲンネルンやエーベルスバッハへの路線がその例である。ゲンネルンへの路線は1987年に、 廃止され、完全に撤去された。蒸気機関車時代、多くの視線のために必要だった、創車場は1983年に閉鎖された。第二次世界大戦中、現在は廃止されている、創車場を有していたディレンブルクは、連合国の爆撃目標とされた。第二次世界大戦後、最高はますます採算が合わなくなっていった。1968年に、 オーバーシェルト区の最後の航路が操業停止した。2006年9月17日の悪天候により、1平方メートルあたり103リットルの雨が降った。ディル川とその支流のシェルデ川の水位は堤防を越え、オーバーシェルトお及び、ニーダーシェルト区に流れ込んだ。1000個の地下室が完全に浸水し、病院も被害を受け、一部は避難が必要であった。 この被害総額は2000万ユーロを遥かに超えた。2007年に連邦道 B277 号線のバイパス道路として城山トンネルが開通した。このトンネルは城山の下を通って歴史的な木組建築都市を迂回している。1971年10月1日にアイバッハ、同年12月31日にマンデルバッハ、 1972年4月1日に南千バッハがディレンブルクにそれぞれ自主的に合併した。ヘッセン州の地域再編に伴って、1977年1月1日にそれまで独立した町村であったドンスバッハ、フロンハウゼン、ニーダーシェルト、オーバーシェルトがディル軍、ギーセン軍、ベッツラー軍とギーセン氏の新設に関する法律に基づいてディレンブルク氏に合併した。 以下にディレンブルクの両方及び行政機構を列記する。出典ディレンブルク市庁舎市議会は本市の最高機関である。その議員は5年ごとに市の有権者の投票により選出される。選挙権は満18歳以上のドイツ基本法に基づくドイツ国民、または EU 加盟国の国民で少なくとも3ヶ月以上本市に居住するものである。 ディレンブルク市の市議会は37人の議員で構成されている。姉妹都市にちなんで命名されたヘレフォードハウスディレンブルクは1963年に上記三都市とオラニエ都市連合を結成した。これらの都市はナッサウオラニエ家の重要な宮廷都市であった。この姉妹都市協定はディレンブルク側はドイツイングランド協会、ヘレフォード側は トワイニングイコールアソシエーションが担当している。2005年にシュタットハウスがヘレフォードハウスと改名された。ズンガラ、青地に強壁をいただく金色の塔。塔の大きな門の中に金色の獅子と引き上げられた銀色の格子が見られる。旧市街の高台、ディレンブルク城市に立つビルヘルム塔はディレンブルクの象徴的建造物であり、 現在オラニエナスサウ博物館が入居している、特に遊歩道、ロタールシュタイクによって、さらにはオランダとの歴史的な関係を通して、ディレンブルクは観光の目的地となっている。ディレンブルクには、1760年に破壊されたディレンブルク城市にオラニエナスサウ博物館が入居する、ビルヘルムストーや経済史博物館、ビライコールグリュンがある。オランジュリーの馬車博物館は、 決戦州立は牧場内にある。ディレンブルクの有名な建造物としては、例えば、1872年から1875年のビルヘルムスト16世紀のディレンブルク上官の、防爆室、1491年建造の福音主義史教会、1597年建造のディルトがある。この他に1531年から1533年に、 建造された牧師館1344年建造のウンター島は数多くの木組建築が立ち並ぶ歴史的旧市街の建築アンサンブルも見応えがある1885年に建設された高さ6メートルの展望パビリオンであるビスマルクテンペルは市の中心部北東にあるバインベルクに建っているディレンブルクには歴史的な宮廷庭園があるドンスバハ地区には ドンスバフハ領重園がある。ディレンブルクは、この街を通り、あるいは起点として中引く山地を通る、遊歩道が交差する街である。ディレンブルクから、ブリーロンに至る、ロタールシュタイク、ディレンブルクから、デュッセルドルフ・ベンラートに至る、シュレッサーベーク、ディレンブルクから、ザルツコッテンに至る、ウプラントベーク、ハイガーからベッツラーへの、ディル遊歩道、ディレンブルクからマールブルクへの、 ラーン・ディルベルクラント・プファートなどが含まれる。ディレンブルクの周りには約 25km のオラニア・アップファートがある。クックックスベークとエッシェンブルク・プファートの2つのラーン・ディルベルクラント・エクトラツアーはアイバッハ地区及び南ン,ンバッハ地区を起点としている。フランケンベルクからディムブルク、アンデア・ラーンを通ってヘッペンハイムに至るヘッセン広域自転車道 R8 号線が ディレンブルクを通っている。ディレンブルクは多くの観光街道沿いに位置している。ドイツ木組の家街道のラーアンタールイコールライク館はディレンブルクを起点とする。オラニエナッサウケにゆかりのオランダ諸都市とドイツの9つの州を結ぶ全長 2400km のオラニアルートもこの街を通っている。ヘングストパラーでヘッセン州立場牧場は2年ごとに ヘングストパラーデを開催している。ここでは、毎年、バッシャ試合や様々な馬のショーが開催されている。1975年から、毎年、ディレン・バッハのバッハ習慣が開催される。2001年から7月に、アクバレーナ,ナナハトと呼ばれるイベントが開催される。このイベントでは、野外パーティー開かれ、大きな花火が打ち上げられる。この他のイベントとしては、 6月のキルシェンマルクトや10月のフベルトイコールマルクトがある。1978年から毎年6月にジャズイコールウィークエンドが開催され、数多くの音楽ファンがディレンブルクを訪れていた。何千人もの観客が内市街や城山に集まった。2010年の第33回ジャズイコールウィークエンドでこの伝統的なイベントは終了した。2007年から 城山のビルヘルムス島周辺で中世城山スペクタクルが行われている。6月の最終週末に30人の武将、50人の商人、騎士、記述士、学士が城山に遥か昔の生活を再現する。ディレンブルク駅多くの重要な交通路がディルタールを通っている。ディレンブルクはラインマイン地方を通ってルール地方に通じる連邦アウトバーン A45 号線。 ザウエルラント線に面している。このアウトバーンは、ディルタールの上流域を通っているため、ディレンブルク市内には、タールブリュッケゼクソヘルデン、マールバッハタール橋、リュッツェルバッハタール橋が設けられている。この他に、連邦道、B253 号線と B277 号線が、通っている。B253 号線は、ビーデンコプフ、フランケンベルク、フリッツラーを通って、 メルズンゲンに至る。B277 号線は、隣町のハイガー点とし、ヘルボルンを経由して、ベッツラーに至る。これらの連邦道は、ゼクスヘルデンとディレンブルク、ディレンブルクとジントの間では、アウトバーン仕様に拡充されている。B277 号線のディレンブルク内市街の、交通量方は、上山トンネルを含むバイパス道路の建設要因となった。 現在では B277 号線の2つの拡充区間をこのバイパス道路が結んでいる。ベッツラーやジーゲンを経由するケルンギー線鉄道の一部であるディル区間はラインラントを含むミッテルヘッセンとルール地方とを結んでいる。ディレンブルク駅はシェルダーバルトでの鉄鉱石採掘によりかつては重要な貨物駅であった。最寄りの国際空港はキロメートル離れた。 フランクフルト国際空港、121km、離れたケルン、ボン空港である。ジーガーラント空港までは 22km の距離にある。ベーバーグループ社屋ディレンブルクには、コーライン GMBH、イザベレンヒュッテホイスラー GMBH&CO、GM KG、ベーバー合成樹脂技術、リンデ、ビーマン、シュトレーアイコールセーラミック、ベンデルホーロー、フリートハイム、 ローグループのシュターロ鉄鋼販売 GMBH&COKG の本社がある。この他に中核地区とフローンハウゼンとの間の北部工業地区にオートクンプニロスタがオーバーシェルト地区にイームエナジーネットイコールミッテがマンデルバッハ地区にコンフィズールレダラッハドイチュラント GMBH&COKG のチョコレートプラリネ工場がある。ドイツテレコムは ガルデンベルクレイレンにデータセンターを有している。ディレンブルク裁判所、ディレンブルク警察署、ヨハンフォンナッサウシューレこれらの文献は翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。